このジャングルには恐竜の化石が眠っているらしい。なんだって。早速探してみよう。なあじゃん。母さん博士、化石発見しました。本当か、クモリンジュシュ。それ本物のステゴサウルスじゃん。逃げろ。わー、クモリンジュシュ大丈夫？何にぶつかったんだろう。これはキャラパケ発掘恐竜チョコじゃないか。チョコ？化石とはこのことだったのか。早速開けてみよう。これはスピノサウルスの化石だ。チョコの甘い香り。クモリン助手、食べるのはまだ早いぞ。白いチョコが割れないように周りのチョコを砕くんだ。了解しました。発掘が成功するようにグッドボタンで応援してね。ドキドキする。割れた。その調子だ、クモリン助手。ここ難しい。ああ、こっちも難しい。あとはサンサン博士、お願いします。よし、あとちょっと任せなさい。ああ、足が折れちゃった。これくらいなら大丈夫だ。発掘失敗ですか？ギリギリ成功だ。やったー。炭酸博士、あそこにスピノサウルスがいます。本当だ、何かを見てるみたいだけど。あ、キャラパケ発見。マーク取ってきます。どうやって上に行くんだろう。いやー、食べないでー。達成でー。何？クモリン助手、助かったー。あ、上まで登れた。ステゴサウルスさん、ありがとう。クモリン助手、ありがとう。マック、上にも見つけちゃったから先に発掘してて。わかった。次はどんな化石が出てくるかな。トリケラトプスだ。次こそ綺麗に発掘するぞ。ゆっくりゆっくり。できた。発掘大成功。サンサン博士、行きますよ。そこから落とすの？もう一丁。無事でしたか？二つも見つけたんだね。それじゃあ発掘しよう。次は僕が発掘します。よろしく。一つ目はアンキロサウルスの化石。二つ目はこれは発掘が難しいと言われているブラキオサウルスだ。じゃあまずはアンキロサウルスを発掘していきます。お願いします。アンキロサウルスは尻尾が長いね。尻尾をハンマーみたいに振り回して自分を守ったんだって。すごい。サンサン博士、できました。素晴らしい。次はブラキオサウルスの発掘に挑戦だ。緊張するな。慌てずゆっくりやるんだ。ここはできるかわからないよ。折れてもいいから挑戦だ。難しいね。ブラキオサウルスさん、ごめんね。気を取り直してもう一回探そう。はい。この砂山、怪しいぞ。何か埋まってるんじゃない？なんだ、何もないじゃん。クモリン助手、黄色の砂を見つけたぞ。今度こそ何か埋まってそう。ああ、キャラパケ発見。3つもあるぞ。よし、全部成功させるぞ。スピノサウルス、さっきは足が折れちゃったから気をつけないと。サンサン博士、頑張れ。あー、今度は顔が。何枚何枚。悔しい。じゃあ次僕ね。二つ目のトリケラトプスだ。クモリン助手、頑張れ。任せなさい。大成功。すごい。それじゃあ最後の一個。これはレアの化石が出
2種類かわいい。マグカップ2種類ブランケット2種類やった。塗り絵ポスター1種類すごい。僕たちの LINE を開いてこの画像をポチッ。サンサンキッズ TV 公式ネットショップ。ここから簡単に買えるから大人の人に相談してみてね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押してこの青い文字を押せばほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。塗り絵ポスターを塗ってツイッターでハッシュタグサンサンキッズ塗り絵コンテストで写真を投稿して